にちは。薬日本堂漢方スクール講師の飯田勝恵です。漢方薬のつぶやき、今回は秋に増える喉の風邪をテーマに金行散をご紹介します。風邪の引き始めといえば葛根湯が有名です。でもう一つ、葛根湯と同じく風邪の引き始めに使われる漢方薬に銀行散というのがあるんですね。でこれらは風邪の種類によって使い分けをします。では風邪の種類ってどんなものがあるかですね。風邪というのは漢字で書くと風邪と書きますので、風邪の影響によって起こる症状なんですね。でその時風邪が一緒に連れてくる邪気として、寒邪、冷えの邪気ですね、それともう一つ熱邪、熱の邪気があります。ここで違いが出てきます。風邪と寒邪が、両方影響して出てくる場合には風寒の風邪と言います。風邪と熱邪が、タッグを組んで襲ってくる、そういった時の、風邪はですね、風熱の風邪というふうに言います。漢方薬と風邪のタイプでいくと、葛根湯は風寒の風邪に使っていく代表処方です。銀行散は風熱の風邪の代表処方と考えてください。では使い分けの、症状なんですけども、まず共通の症状としては風邪の初期に用いるということ、それから頭痛や発熱、咳が現れます。違いとして、まず風寒の風邪の症状はですね、ゾクゾクした強い寒気を感じます。筋肉や節々が痛くなる、全身の痛みを感じることもあります。くしゃみが出て透明から白色の鼻水や痰が伴うことがあります。汗はかいている時とかいていない時があるんですが、葛根湯が適用になるのは汗をかいていない時です。次に風熱の風邪です。症状の特徴は喉にきます。熱の邪気がですね、喉が好きなんですね。ですから喉の粘膜を襲ってくるので、喉の痛みや腫れなんかが特徴的です。寒気はあったとしても軽いです。むしろ体の熱感の方が気になると思います。他には黄色の鼻水や痰が出たり、目の充血、口の渇きがあります。汗はかいている時と、あとはかいていない時、両方あるかと思います。こんな時には銀行散が代表的な処方になりますので、こちらを用いるといいです。2つの処方を比較しますと、どちらも風邪の引き始めに使っていくんですが、寒気が強くて節々が痛い、そして発熱してくるといった時には葛根湯が適用されます。喉が痛くて寒気よりも熱感の方が気になるといった時には銀行散を使っていきます。銀行散の効能を確認します。風邪による喉の痛みや腫れ、口、喉の渇き、熱感を伴う頭痛や、咳などに使っていきます。ちなみに、薬局やドラッグストアを見るとですね、銀行散の他に銀行解毒散っていう漢方薬も置いてあります。でこの銀行散と銀行解毒散は、中に入っている生薬が少しだけ異なってるんですけども、ほとんど骨格の部分は同じですので、使い方の目標となる症状、効能は同じと考えていただいて大丈夫です。まとめます。風邪にはタイプがありまして、よく見られる風邪は2つ、風寒の風邪ですね、こちらは全身の寒気や発熱、くしゃみ、透明な鼻水なんかが出てくる風邪です。もう一つは風熱の風邪で、喉の痛みが特徴的、寒気よりも熱感が強いタイプです。はい、このように風邪にはタイプがありますので、タイプと症状を見ながら漢方薬を選択していきます。今日ご紹介した銀行散はですね、夏の暑さが過ぎて秋に入っていく頃によく効く、喉の痛みを伴う風邪ですね、はい、秋に増える喉の風邪に、よく使われる漢方薬です。参考になりましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。